動画は今までショート動画であげたもののまとめになります。よろしかったら見ていってね。植物紹介アグラオネママリア映画レオンで主演のジャンレノが小脇に書かれているアグラオネマニティグムカーティシに似てる。ジャンレノごっこをするときにカーティシーは高いなとなった際にマリアは非常に費用対効果が良い。 ただオニムシャスリーのジャンネのブックをしたい場合役に立たないのでそれはごめんなさいアグがオネマゼンパイヒカゲに強く育てやすいけど低温に弱いところがあるので最低 10°C まででやってみて最初の観葉植物としてもとてもおすすめホームセンターで小さいの1000円くらいから売ってるよ植物紹介フィロデンドロマーキン フィロデンドロンが長い名前なのでフィロデンとかドロンとか言ってみたこともあるけどこなれ感出だそうとしてるみたいでキモくて結局フィロデンドロンって言ってるよバイキンはわりかし最近日本に来た種類みたいで完成形が不明なんだけどどうなんだろうね白い葉っぱが可愛いけど真っ白いお化けになる時もあってその葉が溶けちゃうこともあるんだけど液体肥料をやってみても良いかもね知らんけど最近きん100均で売られ始めて小売り者さんや生産者さんは涙目かもしれないけどどうなんだろうねしらん。 知らんけど生産者や販売者によって品質に差が出ると思ってるんで値段気にせず姿で買っちゃうけどね知らんけど植物紹介アガベパリートランカータハンティントアガベバブルもやや落ち着いた感があるとかないとか何にしてもお求めやすい価格になるならありがたいパリー系統はあまり人気ない気がするけど高いお外でも越冬できる子が多いからお庭にもパリーは良いね高いけど。 トランカータは体幹雑魚石注意どうもトランカータハンティントンはどこかで増殖されたフォームらしくちょっと違うなので厳密に言うとハンティントンが好きカリカリの抜き苗で買ってきて発酵させた子だから愛着色メガネをヤバカモーションキャプチャーになってるだけかもだけど好き植物紹介セファロタスフォーリチュラリスセファロタスは見たまんま食虫植物 食中植物の代表格のウツボカズラとの違いは袋がぎ際に来ることと産地産地じゃなく産地熱帯アジアじゃなくてオーストラリアに住んでる子なんすまあ食虫はオーストラリアや北アメリカも有名な産地にはなるんだけど他の食虫さんたちとの共通点としては根っこ触るとぶち切れやすいことかな機嫌を損ねると水を吸わなくなってカピカピになってかれます。 生産者さんに聞いたんだけど枯れても戻ってくるらしいんで1年は捨てないで面倒見てあげてあと他の食虫さんよろしく夏の直射日光と高温は実は苦手セファロ含め食虫さん初夏のホームセンの半億外で売ってるけど売れ残ってる子らはだいぶしんどがってるから初心者は並んですぐに買った方が良いよ植物紹介美学士だプラティセリウムミリンキー は最近人気の植物で壁に引っ掛けておしゃれ着生植物で自生地では主に木の枝や幹にくっついてる数株やってるけど正直なんで流行ってるのかわかんない。 水けから生え出るし乾燥気合うし水やりたいだし水こたこた落ちるし肥料欲しがるしでかくなるし寒さに弱いし冬は家の中で場所取とって下のコらに光当りたらなくなるし貝殻がしつくし貝殻がしのおしっこでベタベタするしなんか見たことない色の安手でとか出てくるしそのくせ妙に頑丈でこ株増えるし高いのは数万円するしそれでもちょっと変わったの欲しくなってあと一つだけあと一つだけだからって買っちゃう。 なので始めたい人は屋内でゆかびちゃびちゃになっても良い場所を広めに用意してから買ってください最初はピーチーがおすすめまだ小さいしはが上に向きやすいから植物紹介ウッドレアシルバーアニバーサリーウッドレアとかゆなんかおさんみたいな名前からは想像がつかない蝶々を呼び寄せるにはきシルバーアニバーサリーは大きくなりにくいのでて木として使える。 夏とか冬に葉っぱはいむんだけど落葉はしない時期によると思うけど春の新葉はそれはそれは綺麗なシルバーリーフでお花も可憐で素晴らしい花が割とすぐ枯れるので積んであげないと汚くなっちゃうけど摘心はまあ必要な作業なのでまあしはない前、まあ、切り替えていけウッドレアで行くとダビディアグロボウサも有名フラワーパワーってのも超よいよあと写真に載ってるのは蝶々じゃなくて多分が。 植物紹介レースプラント正式名称はこの下トウマダガスカリエンシスアフリカの水草で結構昔から日本にあるらしい CO2 添加なしでもいけるっぽいうまくいくとかなりでかくなるんだけど突然休眠するらしいので注意が必要かなりうまくいってガンガンでかくなってるソイルはマゾニアバージョン2枯れるハットもあるんだけどその分神話が展開する。 前枯れたた。にランプちゃんが絡まっって危なかった生態とは分けて水草オンに水槽で管理する方が無難かもしれんででもこんな心配はしなくても良くなったんだよなぜかってにこのあと全部枯れたからさ植物紹介クリスマスローズなんでこいつ下向いてんだって思うかもだけどこれで正常。 あとローズっっててて言ううけどバラじゃなくてエレボルスっていう種類。栽培家の方がたくさん作出されていてファンを魅了するお花ダブルのブロッチが好きもちろん逃げるもいいけどお花が冬から春に咲くのでお庭が寂しい時期に持ってこい地植えでも鉢植えでもいける花が下を向くので鉢植えで高い位置に飾ってもかわいい寒さに強いけど暑さにはそこまで強くないゴリゴリの炎天下はちょっと避けてあげてうまく育てるとこぼれ種でも増えるよ 最近は衛生品種も買ったので開花が楽しみ植物紹介ベゴニアビピナティフィだいわゆるエンレーベゴニアとは違った質環境じゃないと溶けちゃうジメジメ系ベゴニアそういえばジメジメ系という呼び名は LA のハセさん発祥と聞いたけどどうなんだろうね知らんけどハセさんかっこいいベゴニアはパルダリウム植物としても有名だけど正直でかくなる子が多いので使いにくい リケノラとかならよいけどリケノラかわいい今回のビピーナティフィラはでかくなるけどかっこいいベゴニアの葉っぱとは思えないくらい細くシャギシャギしてるサラダとかに添えてもうまそういやわんけどいやえんのかな植物紹介パキポリウムグラキリスいわゆる開昆植物の代表格マダガスカルの荒れ地に自生する 種から未生でも全然いけるみたいただ日本で小株を育てると現地みたいに育たないっぽいとなると現地級ベアルートになっちゃうので育成家さんやショックから発根済み株を買うのが最適だけどただ高いので未発根のベアルートを発根管理する素人が続出する損で失敗する普通に買った方が安かったのではという疑念を振り払うかのようにまた未発根を買うそんな中村キリスの発根は簡単という意見も耳にして絶望する あ引っ込みつかねえよキシベロもクスワるから小瓶で売ってくれそんな楽しい開墾植物皆さんは3万円握りしめて発根済みの株を買ってくれ異常素人からのアドバイスでした植物紹介パキポリウムブレビカウレエビスワライって呼ばれるグラキリスとちょっと似てるけど横に広がるのと角がない あと特急事物っぽい領域展開微笑のもかなり安く売られていて可愛いただ横に広げようとすると難しいみたいでそういうのが好みなら現地キューベアルート発根済み買うのが無難育てやすいなと思っていたけど実際は高知系らしくて日本の暑さ寒さは苦手みたいずっと屋内で LED 管理なんでちょうど良いのかな領域展開高知系全般水やりすぎで痛むので水やりは少なめに。 うちは多分切りすぎなので調整が難しいね領域展開ご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録高評価していただけると嬉しいよまた見てね